どうしてこうなってしまったのでしょう。私はただ助けたかっただけなのに。ああ、今日もななみちゃんに告白できなかったな。なんだ？うわあ！え？人形？あ、大丈夫？弱ってる。もしかして水がなくて弱ってるのかな？水？あー、オッケー。わかった。じゃあ、俺の家にあるプールに連れてってあげるから。よし。よいしょ。よいしょ。これで大丈夫かな。おい、生きてるか？あ！なんだ、元気になってよかったよ。どうした？ありがとう。ちゃんと回復するまでここにいていいからね。いつも通りかな。何それ、いいことあったの教えてよ。気になるわ。あの人形については二人にも秘密にしておこう。シュンが言ってたボンボンヒーローズ見たよ。めっちゃ面白かった。え、見てくれた？やばいっしょあれ。え、なんで俺が知らない話題を二人は知ってるわけ？いつも三人一緒で二人だけで話すタイミングなんてないはずなのに。やばかったし、俺の知ってる、俺の知ってる赤ヒーロー、赤チンどうやったかって、赤チンやちめっちゃかかったね、赤チン見たことないみたいね。見たことないくらいかかったね。青よっちもすごかったね。ね、でも言ってじゃん、俺言ってじゃん。めっちゃ真っ青だって。見たことないくらい聞いてるような話、あれは。ね、よっちもシュンシュンおすすめのボンボンヒーローズ見てみてね。お前はいいよな、悩みなんてなさそうで。悩み？そう、悩み。人間はね、悩み事が多いんだよ。ああ、つまり好きな子のこととかで悩むんだよ。話して。え？聞いてくれんの？ね、俺には幼稚園の頃から仲良かったシュンシュンって子とナナミちゃんって子がいるんだけど、実はそのナナミちゃんって子のことが好きでさ。好き？そうでさ、最近ナナミちゃんがさ、シュンシュンって子と仲良くてさ、もしもナナミちゃんがシュンシュンと付き合いだしたら俺、どうしたらいいんだろう。あなた、魅力的。あ、そう？あ、そうかな。だから、彼女から離れるべき。それは、そうかもだけど。離れて、
なるほど。離れてみて、また話しに来て。わかったよ。よっち元気ない？なんか変だよね。体調でも悪いね。さあ、まなみちゃん、よっちのこと好きなら聞いてみなよ。ちょっと、聞こえたのどうする？シュンシュンだから相談したんだから。分かった、聞いてみよう。よっち。ん？体調でも悪い？なんか元気なさそうに見えるけど。ななみちゃんが俺のこと心配してくれてる。いや、いつも通りだよ。そっか。じゃあ今日さ、カラオケでも行かない？ななみちゃんからのお誘い？ああ、でも人魚にも言われた通り、一旦離れないと。ごめん、今日予定あったさ。そっか、じゃあまた今度ね。おい、聞いてくれよ。聞いて聞いて。人魚の言う通りにさ、ななみちゃんから離れてみたの。そしたらさ、ななみちゃんが俺のことを遊びに誘ってくれて人魚の言う通りだったよ。青年。ん？青年。君の名前、青年。青年、ありがとう。次は男を引き離す。シュンシュンのことかな。彼女の心掴める。セイレンが言うならやってみるよ。いやー、疲れたね。いいな、今日。ねえ。シュンシュン。ん？もう一緒に帰るのやめよう。え？どうしたの急に。ずっと3人で一緒に帰ってたじゃん。もうさ、3人仲良くすんのやめよう。どういうこと？変だよ、よっち。変じゃないよ。俺たちもう子供じゃないんだよ。男女仲良くする方が変だろ？仲良しごっこって、よっちにとって俺たちはその程度なの？俺は家族みたいに思ってるよ。ただの友達に決まってんじゃん。はい、終わり。今日で解散ね。バイバイ。おかえり。大事な友達引き離してきたよ。これでななみちゃんは俺に振り向いてくれるんだよね。うん、彼女、あなたのもの。そっか。でもなんか悲しいや。今だけセイレーンに少し身を委ねて。身を委ねる。ここに何をしに来た？帰れ。よっちの様子が変だったの。よっちが変になったのはあなたのせいなのね。あれは私の獲物。
渡さない。そんな、ヨッチどこにいるの。ヨッチ、おお、よし逃げた。よし、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 こっち上がって、ゆっくりだよ。よっち、大丈夫？まなみちゃん、ごめん。これ、変だったよ。そんなの気づいてたよ。何年友達やってると思ってるの？まなみちゃん、人魚に操られたの？わからないけど、精霊が言ってることが全て正しく思えて。あなた、もう、いらない。さようなら。人を殺しかけといて何勝手にいなくなろうとしてんのよ。待って、ナナミちゃん。なんで止めるの？もうちょっとでヨッチ死ぬかもしれなかったんだよ。水中にいるとき、なんだか悲しそうな感じがしたんだ。だから、行かせてあげよう。本当にごめん。なさい。いいよいいよ。なんか様子おかしかったの分かってるし。シュシュ、俺もシュシュたちをファミリー、ファミリーだと思ってるよ。で、ななみちゃんに告白できたの？え？え？まだしてないの？早く告白しろよな。なんでそのこと知ってんの？何？二人だけの秘密？今仲良くやってこうと話してたじゃん。え？おい、やめろってお前。やお前、何？分かって、もう行こう行こう行こう。何だろう？おい、やめろってお前。何もない。